バレーボールのネーションズリーグ VNL 男子第3週のフィリピン大会は22日、世界ランク4位の日本が同7位の東京五輪金メダルフランスと対戦し、セットカウント3対2で勝利。第1、2セットを取られながら、大逆転でフルセットの激闘を制し、まるでホームのような会場を熱狂させた。この日、試合を中継した UNEXT で解説を務めた元日本代表。 柳田正宏が主将、石川勇希にさりげなく向けたい気な一言に反響が広がっている。それは、セットカウント0対2から石川の危機迫る活躍で日本が追いつき、最終セット前にコイントスをする場面。柳田は、石川選手コイントスにも勝ちましたよと言った。今大会、石川は試合前のコイントスの勝率が悪く、福岡ラウンドでは自虐的に X で、 コイントス通算成績1勝4敗。フルセットを含む、コイントス勝てません。すみません。笑と打ち明けていたが、それを知ってか知らずか、大事な場面でコイントスに勝ったことを見逃さなかった。この場面は中継を見守っていた視聴者の間で話題になり、ネット上には、ちょっと笑ってしまった。ずっとコイントス負けてたもんね。運も味方したんだよ。ゆうきくん笑 これめっちゃ笑ったと反響が寄せられた。柳田は試合後、自身の X ですごい試合を解説させていただきました興奮を抑えながら話していましたと投稿。これには、石川くんのコイントスまで解説してくれて柳田くんありがとう、など感謝の声も上がっていた。